林忠し字はときはじめ、こは光る台湾板橋林下に生まれる。台湾の開墾事業で財を築いた、林本源の林国家の子として生まれ、父の死去により1857年に林本源の属長となる。1877年により、清政府にたびたび献金し、清仏戦争では巨額の巨金を行った。り明伝が、 台湾巡部として派遣された際、正番を勝負し、内観を除き、番地を荒木職し、広むばり教育を拡大する政策を、守備一貫となえ、大谷に、なで荒木局を設置した。林忠志源は1886年、台上自称卿の身分で、方便台湾なで荒木大臣に任じられ、台湾北部のなで荒木に関する事務を統括するようになった。方便、 なで荒木大臣は、弁台湾なで荒木大臣の指揮下に置かれていたが、実際には、台湾北部山地及び原住民区域の実質的な統治者であった。林田田主玄は、新代の台湾における唯一の台湾籍の地方主管として活躍した。林田田主玄は、人気中心軍と原住民の衝突を処理し、特に文化方面では、台湾天候群に万学堂を設置し、 原住民の教家にあたり、大谷の原住民学堂を板橋に引率し、文物見学などを実施している。なで荒木活動は1886年前後に、新規開発した電磁が1万戦に及ぶ成果をもたらした。その後も、流名電を補佐し台湾の農業政策に、従事、1890年には、ふと牧教に封じられた。また、商業方面では、 当時最大の茶葉取り扱い省の検証号を経営したり、検証講師を設立し、不動産事業に進出したりと活躍していた。また兄である、林忠譲と共に50万両の資材を台湾鉱物鉄道建設に投じたり、小野を輸出事業に進出したりと、各種事業に参加している。1895年の台湾民主国成立後は、 議員議長に推挙されたが辞退し、日本国籍になるのを嫌って、家族と共に、アモイに逃れた。林本源の加算は、数名の菅ごとによって管理され、台湾での収入は、固定財産費以外すべてアモイに輸送された。その莫大な資産と性望によって、南進第一の紳士と謳われた。ありがとうございます。